はい、皆さんこんにちは。今日紹介しますのは、食玩ですね。高価なものでもなく珍しいものでもなく何よって感じなんですけども、バビル2世というテレビアニメに出てきましたポセイドンというロボットです。この作品ですね、1971年ということでして、1971年というと何が始まってたのかな。仮面ライダーとかが始まってたのかな。仮面ライダーとかはやってたと思いますね。仮面ライダーとか帰ってきたウルトラマンなんかと同時期なのかな。ちょっとね、記憶が定かではないので資料かなんか見ないとなんともなんともなんですけども、とにかくすごくロボットに憧れていたっていうかね、飢えていた時代ですね。ロボットが、巨大なロボットが出てくるものにすごく飢えてた時代。というのも巨大なロボットがね、主人公として戦うようなものっていうのは、鉄人28号の後っていうのが、ジャイアントロボですね。ジャイアントロボが終わってからしばらくそういったものが出てこなかったのかなと思いますね。そこのね、ジャイアントロボのところでね、ちょっと記憶違いが私ありましてね、バビル2世には全く関係ないネタなんですけどもいつも出してきてすいませんね。私でも、もう大好きなロボットなもんですからね。これがね、ゲゲゲの鬼太郎に出てきた大怪獣編というね、ゲゲゲの鬼太郎の大怪獣編というのに出てきたこの、ロボット、私ね、多分ね、テレビより前に漫画で読んでるんじゃないのかなって気がしてきたんですよね。それで記憶違いをしてるんじゃないのかな。しかもこのアニメーションに最初出てきた時はですね、白黒のアニメーションだったんですよ。当時ね、私うちにはね、カラーテレビがすでにあったかなんかしたんですけども、この番組自体が白黒で放映されてたものですから、ずいぶん古いものだと勘違いしていたのかな。実際これがですね、ゲゲゲの鬼太郎のアニメが始まったのが1968年ということで、ジャイアントロボの方がですね、早いんですよね。ジャイアントロボは1967年ですよね。あの当時っていうのはね、すごい。1966年にウルトラマンが始まりました。ね、1966年。そして67年に、ウルトラマンが終わって、キャプテンウルトラが始まったと、ね。キャプテンウルトラ、そしてジャイアントロボ、赤影がね。そしてキャプテンウルトラの後に、ウルトラセブンと、その時期っていうのはまだこいつがテレビに出てなかったんですね。私もすっかりね、白黒作品だっていうことでね、ずいぶん古いアニメだとばっかり思っていたものですから、あの当時はですね、テレビ番組にしても何にしてもカラー作品と白黒作品っていう、今の子供たちには何のことやらなんでしょうけどね、そういう番組があったんですよ。ですからね、白黒作品というのはあまり再放送とかもされずに、要は怪獣ブースかなんていうのがほとんど再放送されなかったっていうのが白黒作品だからっていう理由があるようにね、これの方がね、ジャイアントロボより後にテレビには出てきてる。でも漫画ではね、先に見てるはずなんですよね。なんかその辺がね、もう超子供でしたから、超子供っていうかね、小学生に入るとか入らないとかそんなレベルの話ですからね、記憶も定かでなくてもしょうがないかっていう、ね、この怪獣と、これがゲゲゲの鬼太郎なんですよ何のこと言ってるのか分かんないけど、クジラの化け物みたいだなって思う人もいるかもしれないですけども、これはクジラの血液を注射されてね、ゲゲゲの鬼太郎がこんな形にされてしまって、それで、鉄王の大怪獣と戦うっていうね、ゴジラ対メカゴジラみたいなシーンをもう先取りしてやってるっていうのが水木しげる先生のすごいところで、うわー、こんなかっこいいロボットがっていうところなんですけども、これは一回こっきりしか出てこないということでね、その後、これを元にして作ったのがジャイアントロボなのかななんて思ったら、ジャイアントロボはその前だったんですね。そしてキングジョーとかああいったロボットなんかも、そのゲゲゲの鬼太郎のこのロボットよりも先だったというね。といってもその後随分とですね、待たされて、ああいったロボットものってやっぱり子供大好きだと思うんですけども、私は待ち望んでいたのに、全然ロボットものっていうのはね、出てこなかったと。それでやっとアニメに出てきたのがこの
バビル二世という作品でできたこのポセイドンですよね。まあ、横山ミステルさんの素敵なデザインで、うわかっこいいなと、ね、結構強いんですよ。強いんですけどね、なかなか出てこない。もうバビル2世のアニメ版ではほとんど登場シーンがないんじゃないのかなっていうぐらい出てこないまあ使い勝手が悪いんでしょうね、うん、3つのしもべの1つ、ロプロス、ロデム、ポセイドンっていう3つのしもべがいるんですけども、まあ、しもべの中でもね、やっぱり巨大なロボットというのはね、使い道がなかなかね、敵の攻撃に合わせていろんなしもべたちを使い分けるんですけども、まあ、ロプロスとかはね、移動に使ったりとか、ロデムなんかはね、何にでも変身できるっていうところで常にそばにいたりなんかするんですけども、ポセイドンっていうのはいざって時に水の中から現れるっていうね、水辺でしか戦えないまあ、あらかじめね、ポセイドンが今回活躍しそうだなぁと思ったら、どっかに配置しとくしかないぐらいのね、ちょっと使い勝手の悪いロボットなもんですから、ほとんどテレビアニメでは登場しなかったかなって。まあ、出た時は当たりですよね、おーって感じね。まあ、それがね、毎回出るってわけでもないところがまた、嬉しかったのかもしれないし、本当にね、なかなか出てこないんで本当になかなか出てこない、まあというところでね、これらは好きなロボットなんですけども、まあ、そういったところから超合金化されることもなし、当時はね、なんか水の上で走るプラモデルが1種類出てたぐらいかなっていうぐらいなんですよね、鉄人とか他のロボットものっていうのは結構プラモデルとかいろんなものが出てたんですけども、これに至ってはその水中を走るゴム動力で水中を走るみたいな、そんなプラモデルが1種類出てただけで、それもあんまりね、なんかパッとしなかった、ね、飛びついて買おうかと思ったけども、他に欲しいものがあったので多分買わなかったんでしょう。多分ね、あの頃はマッハ555とかのプラモデルが欲しくてしょうがなかったんでね、そういったものには手を出さなかった。まあ今あれ持ってたらお宝なんでしょうねっていうことなんですけども、というところでというところでというかね、バビル2世、まあ、バビル2世という話はね、なかなか超能力って、ね、当時超能力ですよ、1970年代って言ったら、まあ、超能力ブームが来る前ですよね。その前に超能力者を主人公に持ってきたっていうところ、なかなか画期的だなと思います。その前にね、サイボーグ009とかがありましたけども、サイボーグ009だの仮面ライダーなりっていうのは、ね、内部構造図みたいのがね、よく少年誌には載ってたんですけども、あれを見るたんびにですね、体の中に機械が入ってるっていうのが非常にこの画期的に思えたのと同時に、いやこれ機械なんだから壊れたらどうするんだろうなっていう、なんかすごい不安があるんですよね。ですからまあサイボーグなりなんなり、ヒーローものと博士っていうのはセットになってなきゃいかんというね、自分なりのなんかやっぱりメンテナンスなり面倒見てくれるなり、まあ、サイボーグ009でしたらギルモア博士とかがいますし、まあ、キカイダーですったら光明寺博士がいる。ですけども仮面ライダーに至ってはその博士に当たる人が誰もいないものですから、すごくね見てて不安になるんですよ。いや機械が壊れたらどうするんだろうとかね、たまに特訓とかでねドラム缶ぶつけられたりなんかしてたけど、あれ機械が壊れ、ね、機械ってね鍛えたって強くなるわけじゃないんだから特訓する意味あるのかなってか、そういうことを考えてしまうっていう、ね、もう本当に特訓すれば強くなるとかって、とウルトラマンがねなんか体を鍛えてるっていうのはなんとなくね分かったりなんかするんですけども、変身した後でなんかあるのかな、流星キックなんていう技を出すためにえらい特訓してたような、ウルトラマン特訓してたな、なんか今思うとなんか変な話だなと思うんですけども、まあ、仮面ライダーが特訓してるとね機械が壊れるだけじゃないかと思って非常に不安になっている、なんかその不安感から納得のいく説明もなしというところ、まあ、機械だでしたね、水子さんに直してもらったりとか、光明寺博士がね記憶がその時だけシャキッとして直してくれたりとか、あーってねドラマとしてしっかりしてるなとね思うんですけども、仮面ライダーはその辺がねやっぱり博士がいないっていうところでいかんなっていう、ね、
まあそれに比べるとね、超能力者っていうのはいい設定だなと思いましたよ。なんかね、博士がいなくたってね、壊れるわけでもないですからね、超能力は。まあそれにしてもね、まあ、こういったロボットもの、まあ、ロプドスもね、巨大なロボットでしたから、まあ、あれはあのバベルの塔にある、まあ、自立型のコンピューターが何とかしてくれるのかなと思いつつ、まあ、超科学でしたら、から壊れることもないのかなと、まあ、そんなことを思いつつ、まあ、1970年の作品ですか、71年か、あの頃はもうロボットものがなくてなくて、やっと出てきたロボットものがちょこちょこっとしか出てこない、まあ、そのイライラとかをね、まあ、次の年ですか、ザ・ムーンという漫画の本ですとか、マジンガー Z、ね、少年ジャンプで連載されたジャンプと漫画の方で保管してくれた。残念なことにね、これはねテレビで映ってたんですけど、マジンガー Z はねもう見たくても見れなかった。もうテレビが映んない映んない、あのチャンネルはうちのテレビでは映んなかったというところで、もうあーとかってね、もうたまに友達がね音だけ聞かせてくれるんですよ。なんかカセットテープにね音を収録してくれて、まあそれがいいお世話で、なんかね、まあ、未だになんかゲッターロボでそれでなんか腑に落ちないものがあるんですけど、まあ、それはまたね、カセットテープの話はまた、後日ゲッターロボ編でお話したいと思います。というところで今日はね、ポセイドン、これのね合金トインもね出てるんですけども、いかんせんねなんか僕の金銭に触れない造形がね、これはかっこいいんだけど、これよりねかっこいい感じがしないんですが、まあ超合金魂のね、鉄人がなかなか良かったんで、バンダイさんだったらなんかできるかな、ね、この何とも言えない首の形とかね、顔の造形とかが、あの超合金はなかなかちょっと厳しいものがあった、もうちょっとかっこよかったら買ってたのにな。まあそんな感じでございます。今のところ私の中ではね、バビル2世のポセイドンの立体物ではこれが最高、ね、まあ、あのジャイアントロボのアニメ版に出てきた、ね、ネプチューンとかっていうのがねガレージキットで出ていて、まあ、むっちゃ欲しかったんですけども、手に入んなかったな。あれはもう、あのネプチューンはね、まあ、ソフトビニールのやつもあるんですけども、ソフトビニールはねなんか布かなんかがねベロンとかぶってて、その布の造形が今一つだし、あれをね外してつるんとした状態で見たいなと思うとなかなかなっていうところで、こっちもかっこいいんですけどね、顔とかめっちゃこれよりもかっこいい、ネプチューンの方がかっこいい、まあさそうですよね、アニメ用に設定したんですから、あのね主人公のジャイアントロボよりあのネプチューンの方がめっちゃかっこよかったなと何でも思ってますけど、はい、そんなところで、ポセイドン、食画にした超いい出来でございます。はい、そんなところで今日はね、バビル2世の思い出話でした。失礼します。